はい、皆様こんにちは、リヒトドゥンケルハイトでございます。今回はリクに答えて実況プレイ戦国バサラ4と題しまして、またリクエスト紹介していきたいと思います。今回リクエストしてくださいましたのは久保田光大様です。読みが合ってるかは分かりません。この方今はもうお名前変わってるんですけれども、リクエストしていただいた時はこのお名前なので、今回はこのお名前で呼ばせていただきます。リクエストの内容は前田圭司のドラマルート難易度は究極でということでやっていきたいと思います。さあ4では初の刑事ですね。ただまだ私の刑事はレベルが1だ。やばいぞ、究極レベル1だぞ、怖いぞ。いや刑事推しの1ってさえくれば、リアルタイムレベルアップなので、そんな3とか3宴ほどひどくはないと思うんだ。はい、ということで刑事どこだ、刑事どこだ、刑事どこだ、いたー。はい、レベル、あ、4。そっか、多分専用で連れてってそれでちょっと上がってんだ。そっか、それでもだよなっていう感じなんで、はい、じゃあドラマルート究極で頑張りたいと思います。初めから難易度究極、怖っ、こわ、マジ怖。あ、かわいい、夢吉かわいい。おや、恋が俺を呼んでるね。あ、はい、あ、はい、やし。さあ、刑事は4で、前田軍総大将になりました。一応乗ってるね、馬ですね。将軍様自ら祭りごとを放り出しちゃいけないね。まったくだ。こうも世が乱れちゃ、咲く花も枯れちまう。そうだろ、誰に言ってんの、夢吉に。よく言いました。ああ、松姉ちゃんいるんかい。前田家当主として決して足利様を見習ってはいけませんよ。いや、可愛いな、松姉ちゃん。上がってるよ、松姉ちゃん。この乱世、けなげに生きる花々を守らずして、なんか歌舞伎者よ。加賀前田が家のため、恋に焦がれる人がため、前田刑事の大歌舞伎、一つご覧に入れましょう。まあ、この日いつも通りだな。すっかり国をさらしくなったな。そうか、いつも通りじゃない。ええ、立場が変われば人も変わるものですね。まあ今までは自分、今日も元気だ、喧嘩がうまい、先生前田軍出陣だ。恋しい人を泣かせんなよ、うちに帰るまでが戦だぜ。まあ、周りの恋人っていうか、まあ恋を追ってる人を応援している感じではあったけど、まあそれがちょっとまあ国全体に広がったっていうだけであんまり変わってなくないですか。こう必死に人を守るみたいな状況ではないと思うんだよな。うわーうわ、微妙、どれも微妙。ここ2つ最近やったしな。じゃあここになるのか、これは1対1か。いや多分違うと思う。うん、この2つは最近やったし、音声的にもこれが武器結構もらえるので、武器武器、あー、同出があるけどな、こっち。うーん、いやー、いいわ。こっちの方がいいのもらえる。うん、微妙いけどな。でも、こっちかな。ちょっと、お尋ね者は、あ、戦友、孫一姉さんか。いや、孫一姉さんはレベル1だから、究極では大した、あれにならんよな。ってことは、誰か変えなきゃいけない。誰がいい？松永さんはちょっとなって感じだしな。秀吉？いや、おかしいか。秀吉連れてたらおかしいよな。仲がいいのって、左近か。仲がいいの、左近か。で、左近だったらうっかり死んじゃってもなんとか、回復できるから、タッグだから。よし、これでいこう。だって、うん、リクエストの内容は本当に刑事のドラマルート究極だけなので、それ以外のあれはないので、やっぱりん、なんか持ってんのか。一応そっか、専用でちらほら出てたから何か持っているけど、いまいちだな。一応ちょっとこれは究極ですから、ちょっと買っていこう。なんか推しの一手まだ来てないか。そっか、じゃあこれで、で昨今は別に何もしなくていいよな。なんかいろいろ持ってはいるけれども、ちょっとこれはやってる余裕がないな。
もうすでに結構時間経ってるし、さっさと進軍しましょう。それでは参ります。レッツゴー。一花探そうか。よし、とりあえず頑張ってレベル上げしよう。こいつ釣りと恋の駆け引きと何持ってっけ、あの長押しなんだっけ。おや、これ鹿之助の姿が見当たらないようだが、まあ基本的にはこいつ釣りからの恋の駆け引きで、あとは恋の駆け引き単品だとなんだっけ、恋の駆け引きは相変わらずなんだっけ、タイミング系なんだろうな。とりあえずここはまあちょっとあれがなんだっけ、あれ重油脂がうろうろスノボみたいなんでうろうろしてるのが邪魔でしょうがないけど、とりあえずサコン頑張って。あー届いてなーい。はい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 、サコン、サコン働いて、サコン、はい、いけー、久々、あ、久々、懐かしいこの感じ。ほっ、あ、違う、あー懐かしい、浮世、浮世来た。そうか、浮世で出るのか、出たな浮世、そういえばそんなのあったわ。サコン、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 よし。あー究極ということを忘れないようにしないと、怖い怖い。今のこのね、鹿之助は弱いからまだいいんですけど、おやすさんが出てきてからは怖いだろうな。はい、ということで、はい、言うほど何もしてないけど、とりあえずバサラゲージを取っといて、バサラゲージもうないか、あれはできるだけバサラ技でも、あれバサラゲージは、バサラゲージのでっかいのが欲しいんだけど、よいしょ、ありがとう、ついでだからこれも殴っていこう。中身が何か分かんなかったけど、推しの一手早く来ないかな。鹿之助を無視しないでやってください。へえ、そんなこと言われてもって感じ。いいね、サコン嵐ナイス。とサコン、とりあえずあいつを殴ってくれ。はっかっ、あーサコーン、サコーン、軍師じゃなくて、軍師じゃなくて、あばばばばば、危ない危ない危ない、全然あの顔色駆け引きのあれは見てないから。私倒した、よし倒したな、なんか落ちてる、よし安心してください。とりあえずあとは、よし、はっ、あーダメですね、ここはやっぱ陣崩してないとちょっと時間かかりそうだな、今の刑事の 体力じゃない。オッケー、先ほどの少年は一体何だ、一か、早いのか、何早く早く、あ、くそ、今ちょっと敵の横槍が入ったから失敗したと思ったけど、危なかった。左が開いたのか、左右が、こっちが開いたのかな、よし、おやすさんが看病中です。見習いだってのに無茶しやがって。いや無茶しやがって。よいしょ。とりあえず。俺たちの砂の世界に。おほほ。なんか天子さんの影響を受けておりますね。痛い。危ない。とりあえず。あ、なんかすごいことしてる。サコン、サコン頑張ってね。サコン頑張ってね。よいしょ。いけ。巻き込め。あいつをぶん殴って巻き込んで。どの人だい？いつか一人前。おしょ。なんか滑ってる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。なんかやばいぞあいつ。何あいつ？何あいつ？何こいつ？こいつ何？ちょっとちょっと。あ痛い。心から思いまする。はっ、痛いな。来てくれなかったか。ちょっと痛いよ。はっはっはっ。サコンサコンサコンに頑張ってもらう。ちょっとあの滑ってるやつマジ腹立つ。あー滑ってるやつどっか行く。滑ってるやつ逃げたな。痛い。よいしょ。よく浮きよ。滑ってるやつがちょっとあいつうぜえ。ちょ一旦スルーしよう。やららら、リュウさん。よいしょ、ここにか。
いいか。はい、あれ今の範囲いけなかったか。よ、あ、まあ、殴れる、いける。はい、早かった、ごめん。はっ、あ、遅かった、難しい。ちょっと効きそうだな。早いですね。よいしょ、はい。ちょっと軍師が邪魔ですよ。じゃあちょっとな、ちょっとここでやるな。殴られる、ちょっと軍師の一発がいて、ほら、レベルアップしねえかな、レベルアップしねえかな、レベルアップしてくれ。よいしょ、ちょっと軍師レベルアップした。ついでにお城行ってきてくれ。来たー、ありがとう、お城行って待ってた、あなたを待ってたんで、いきなりミスったけど、初手ミスしてるけど、初手でミスってますけど。よいしょ、待って、待って、待って、軍師が、軍師は倒したのか、いや、倒してないな、どこだ、いた、はっ、ちょ、あの、流殺使いが邪魔、ちょ、え、軍師死んだ、軍師、軍師、いるやん、ゲーッと、よいしょ、間違えた、よいしょ、軍師、早く死んでくれ。あと、流砂のやつ。流砂じゃなくて、あいつだー、荒波さん。荒波に揉まれて死んでくれ。ひどいこと言って。OK、ナイス、サコン。サコン、ナイス。で、あっち行けんのかな？いや、行けないな。行けないということは上から行かないといけない。一応、閃光とかも欲しいから、この辺も潰していこう。閃光じゃなーい。閃光ちゃうやんけ。ここ、お金か。よいしょー、ほっほっほっほー、ほいえー、楽しい、めっちゃお金稼げるね。さっきのあれもあるからちょうどいいね、ちょうどいいね。よいしょー、ありがとう。あ、でももう一撃だけ終わったわー。おー、うん、上にヒットポイントあるんだな。よいしょ、サコン、サコン、サコン手伝って。オッケー、はい、しょ、一応ここももらっときましょう。ほい、あ、まだあるわ、足軽、よいしょ、オッケー、全部、こっち行こうか、上はどうせ行くんだしね。よっしゃ、いつもの夜と孤独がむせびなき、よっこらっせ、ほっほっほっ、はい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 、登りたいね、はいはい、でギガ使おうか、痛い、痛えよ、何が起こった今、登りたい登りたい登りたい登れた、サコーンサコーンサコーン、いける、初めてかな、刑事は、まあ、サコーンはよく見てるからいいけど、刑事は初めてなんじゃないか、うん、多分そうですね、桜かな、なんかはっきりとわからないけど、多分桜だと思う、刑事だし、なんだこれ、こんなんあったっけ、巨大砂嵐発生、そういうのはギガ使うときにそうなのかな、砂の壁の位置が変わっている、へえへえ、よし、軍隊来てるな、今日の都で立ってるはずだぜ、浮世、よいしょ、あー、敵落ちた、痛い、どこだどこだ、ちょっと待って、この辺いるはず、いた、サコーンサコーンサコーン、頑張ってサコーン、もういいわ、よいしょ、レベルアップ、ナイス、あいたた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 、あいつあいつあいつ、間違えたーっと、よいしょー、ちょっと待って、いるいる、いやー、逃がすわ、あいつ。マジめんどくさい。痛い。真正面から行くとぶつかるし。難しいよ、あいつ。よいしょ。どうすればいいんだろう。あ、今、当たった。おい、はい。よいしょ。あー、外した、今。サコン？サコン？サコン、倒した？倒したっぽいな。よし。ナイス、サコン。こっちはいけないか。そうなると、一旦、いや、
下通って右行くか。あ？違う、こっちだ。下通って右を通過していこう。んで、こっちから行こう。こっちから行き、左曲がれるかな？とっとと終わっちまえばいいのによ。なんかちょっとトラがいるんですけど。つるしよ。危険区域。よっしゃ。ここ。いや、これは使おう。使ってしまう。押しの一手で。はい。押しの一手でほぼ潰してしまう。おやっさんも頑張ってんだ。よいしょ。終わる。ほっ。ご安心ください。俺の命と魂を変えて。いける。オッケー。どうだ。あ、ダメでした。早かった。はい。はい。オッケー。よっしゃ。まず飯を炊け。そんな場合か。こんなことしてる場合か。で、あいつだな。いや、超砂嵐邪魔。砂嵐怖い。よいしょ、サコン、サコン、サコン。よいしょっと。ほっ、いけ、ぐるぐる。相変わらずぐるぐるは強いな。ほっ、ほっ、ほっ。ちょっとここの分隊、分隊、分隊。ちょ、分隊倒れてないで早く死んでくれ。いったかな。よし。はっ、ぐる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 にあいつが巻き込まれに来てくれたら嬉しいけど、そんなことなかったわ。レベルアップ。よいしょ。ちょっとちょっと、なんかどんどん遠のいていくやつ、あいつ。ちょっとこっちに引けよ。ちょっと逃げないで。ちょっと、あ、痛い。そういう意味じゃないんだけどな。そういう意味じゃないんだけど、えら、巻き込まれに来てくれないか。あいつほんと難しいな。よし、サッコン、サッコン、なんとかして、あいつ、あー、間に合わねえ。押しの一手が。よいしょ。もうちょい、あいつほんと腹立つ。よいしょ、サッコン、サッコン、あいつなんとかして、マジサッコン助けて。どこ行った、倒してない。なんとに、ほんとに。オッケー。いやー、めんどくさ。行った。一応回復しとこうか。昨今のあれを。なんでそんな怖い顔して。あれ、いけない。こっち行け。え、おやさん、え、上はあれ、いけないんだよな。どっちもこれもいけないし、でなぜかこっちもいけなくなってるし。うわ、めんどくさ。ここから右上にスルンっていけるつもりだった。なんかあいつらクルクルしてるけど、何なんだ、何やってんだ。そのつもりだった。またここを通らなきゃいけないという恐怖。なんで虎がおんの。ほっ、お金か。じゃあいいや、お金ならいい。よいしょー、ここ広っ。ここ1か。うわー、硫酸のやつがめんどくさ。硫酸のやつがクソ面倒なんだな。ほったーら、危ないよ。あー、間に合わないですね。ここはサクッと陣を潰してしまいというところで悪いけど、硫酸の忍者が邪魔。硫酸の忍者が邪魔。ダメですね、届きませんね。硫酸の忍者は潜ってんの、マジか。あ、早い。よいしょ。硫酸の忍者がめんどくさいな、これ。かといってな、ほんと潜りあるな、あいつ。痛い。わざわざ引いてきやがった。あー、もうサコンに任せよう、これ。ここはもうサコンに任せた方が早そうだ。一番厄介なのは、よいしょ。痛い、間違えた、危な。はっ、ぐるぐるでいけると思ったのに、今ぐるぐるでいけると思ったのに。あとはどこにいる。痛い。何が当たったかもわからない。いやー、流砂がめんどくさい。あ、回復した。いや、ちょっとほんと。 OK、 ナイス。うらっ。よいしょ、届きません。痛い、引いてくる。
おお、なんか近づいた、逃げるくせにいいところに引いてくる、腹立つ。もうこっちが武器振り回せたらいいような気がするんだけどな、よく考えたら。負けちゃったんすね、あっという間に。ほっ、ぐるぐるってしてたら来ないかな、来ないな、ほっ、来ないか。どこだ、いた、ほっ、ぐるぐる。わー、うそ、今来てくれたと思ったのにぐるぐるのところに。うっさーん、鬼白い手が間に合わない。あー、ダメだ、ほんとこいつめんどくさい。でもちょっとギガ使うのはこの次だな。よいしょ、おお、今ちょっと殴った気がしたけど、気のせいだった、気のせいだった。オッケー、あー、逃げる、逃げるな、あいつ。あー、もう飛んでる飛んでる飛んでる、チャンスチャンス、オラ、オッケー、チャンス、やった、疲れるほどの男、オッケー、なりたかった、どんまい。バサラじゃないんだよな、今回復が欲しいんだけど、これなんかインも入ってたりしない。回復欲しいけど、まあいっか、次の陣でギガぶっ放って一掃しましょう。よいしょー、できるだけあいつが集まってる時がいいんだけどなーっと、あの雨子重視も一発で仕留めたい。わー、時間かかってる、超かかってる、しょうがない。これでどれだけ一掃できるかな。ジンはぶっ放ってるだろうですよね。雨子重視はどうだ、いるー、残ってる、しかも無傷、無傷って、お前、おい、腹立つな、本当に。振り回してたら来ないかな、来ないですね。あのつぶらな瞳、うっ、ダメだ、はっ、うーん、よいしょ、届かない、よいしょ、真正面か、なかなか。オッケー、ナイスサコ、やべえ、勝てる予感しかしねえ、とりゃー、まだか、なあ、痛い、痛い、あー、スルーしちゃった、あー、痛い、くそ、腹立つわ、もう、おら、なんでだ、ダメだ、ここで折れたら先はない、あー、どっか行く、あいつマジ腹立つ、行った、よっしゃ、行った。あとはなんか左上になんかいるから倒していこう。いやー、ほんといつも思うけど、あの雨子重勇者腹立つわ。あー、びっくりした、来ないで。あ、すごい、竜巻ぶっ飛んだ、竜巻ぶっ飛ばしたよ、今、よいしょ、竜巻をぶっ飛ばすってどういう、痛い、どういうことなんだろうな。オッケー、よし、今日は回復しときたいな。あれ、なんか引っかかってんだけど、よいしょ、あ、バサラゲージは？バサラゲージどっかない？ないか？な？ないか？それとも開けちゃったのかな？裏とか。はぁ！この辺ぶっ壊したらなんか出てこなーい。この辺なんかせっかくあるんだからなんか出てきてほしいような。なんかたまに出てくるときは出てくるんですけど。まぁ、一応これは残しとこうか。戻れるし。今、行きがあるね。ギバサでやりたいな。ちょっと待ってください、やばいやばい、もう30分になりそうだよ。おつの拝着、長い長い、山中鹿之助、どうする、先に気を使う、先に気を使う、いやでも、うおー、びっくりした、違う、バサラゲージが欲しい。ああ、おやすさんがいるのか気になるから、ちょっとごめん、殴る。まだだな。なんで？え？え？気持ち程度に取られたよ。うおー、仲が良さそうで何より、なんかここにいっぱいある。てぇ、ああ、どうしとくかなー。どっち、だから、なんかの法則が逆なんだよな。ショーだ、痛い、ちょっとサコン助けて、サコン、あ、オッケー、わかりました、おやさん、おらーっと、何をしょって戦ってるんだい、オッケー、行くぜ、めぐりめぐって
なんて言った？巡り巡って恋のまでは聞き取れたけど、その後がわからなかった。あ、いや、ないか。いや、でも挑発があるよ。ちょっと男前すぎると思いません？よっしゃ、じゃあ、いや、相変わらず挑発のあのダンスのあれはあるのかな。多分あるんだろうな、あんなとこ削る意味はよくわからんし。よっしゃ、巻き込め、いたー。ちょ、おやっさん何してくれんの。おやっさんマジひどいんだけど。何あれ、何あれ、ちょ、おやっさん来ないで来ないで。おやっさん何してくれてんの。おやっさんが後ろから来てる、怖い。おやっさん来ないでマジ。おら、おお、おやっさん怖い。おやっさん、お、あ、え、嘘、私いて、私四角しか押してなかったはずなのに。なあ、ぶな、おやっさん来ないでマジ。おやっさんマジ来ないで。じゃあおやっさん邪魔、ほんとおやっさん邪魔。昔咲いてた花が、わあ、たまに散らつきやがる。いけたら、オッケー、お、すごい、すごいアングル。撤退か、さすが刑事。刑事は、あ、いつも通りですね。セリフがもう一人ついてってないよ。散ったら花見は咲かないさ。だから今を生きるんだ。ありったけの思いを込めてね。夢吉ちょっと刑事の真似しててかわゆすなんだけど。かわいい、棒を高く上げてかわいい。はい、レベルいくつ上がった。 8？ もうちょっと上がってほしかったな。あ、スキップしないと。どいつもこいつも究極なのに、あんまり脇少なかったのかな、あのステージ。謎の軍勢が敗走の雨子軍を救助、はあ、共に厳島へ向かったとの情報が入りましたぞ。へえ。お尋ね者だ。はい、え、それしかない、もしかして。人戦を終わってみろ。これだけ、どいつもこいつもどうなってんだ。あ、音声停止しないと。これだけなんだ。まあ別にここは1対1ではないので安心できると思うんですけれども。はい、それではこんな感じで刑事のドラマルートまではまだ分岐あるんですけれども、とりあえず究極で頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら見てやってください。それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。